しのぶ皮膚科院長のしのぶ先生です。今回はおでこのヒアロン酸についてお伝えしたいと思います。おでこのヒアロン酸をやられる方はとっても多いですね。で、私の場合ですけれども、顎のヒアロン酸の時もお伝えしたいと思うんですけれども、涙袋と鼻に関してはそこだけでいいと思うんですね。パーツだけで。で、まあ、お化粧のようなものだと私の中では考えていいので。ただおでこの場合はですね、結局美しくなりたくてやりにいらっしゃるわけじゃないですか。そうするとおでこだけ綺麗になって他が綺麗ではないと、まあおでこは綺麗ですけれども、全体的に綺麗になった方が絶対に綺麗だと私の中で思っています。で、もう綺麗すぎちゃって、もうやるところがなくておでこだけっていうんでしたらいいですけれども、大抵の方は、他にもいろいろとあると思いますので、おでこは全体的にやって、その一部としてやることをお勧めします。私はよくお掃除に例えてヒアロン酸の説明をするんですけれども、掃除をするときに、例えばリビングルームのテレビの下だけをきれいにするのと全体的にきれいにするとどっちがいいですかって話ですね。そうすると絶対全体的にやった方がもちろんきれいに見えるじゃないですか。テレビの下だけ行くわけじゃないですから。ですので全体的に見てきれいになるっていう方法を取った方がいいと思いますので、おでこっていう場合も、おでこだけじゃなくて全体的にきれいにされたほど方がいいと思いますね。で、ある程度綺麗になったらおでこを見るってこともいいと思います。それで、おでこのヒアロン酸ですけれども、特にですね、顔が四角っぽいとかまん丸っぽい時に、ここがですね、私は多分まん丸ではないんだけど、こういうふうに伸びることをしますと、縦幅が出て、こう卵型っぽくなるんですね。ですので、非常に顔の形がシャープに見えて綺麗になりますね。あと、このおでこのこの真ん中ではなくて、ここの、側頭部の上ら辺のところは結構へこんでくると、顔が下袋に見えたりしますから、ここのところを整えるだけでもびっくりするぐらい顔が上がって見えます。で、あと、おでこの場合はですね、どうして私が全体的にやった方がいいかって申しましたかと言いますと、結構量がいるんですよ、のでこって場所が広いですから。ですので、やはり予算には限りがあると思うので、おでこだけで終わってしまうと思うんですよ、その予算を使った場合ね。だから、同じ、例えば10万円って予算があったとしたら、おでこだけで終わるんではなくて、おでこ半分、顔半分ってした方が全体的に綺麗になるって意味で、全体的ってことをお勧めしました。で、場所が、例えばそのリフトアップだけだとか、顎だけみたいなことでしたら、そんなに量を多く使わなくてできると思いますから、そこら辺だけでもいいのかもしれないですけれども、おでこは結構量があるっていうことと、やっぱり落ちてくるっていうのはどうしても中顔面から下の方が多いですから、自分で気づいていなくても下に一緒に入れていくことによって、もうすごく気になりますから、両方やることをお勧めします。で、あと、時々おでこに、された経験があって、もうおでこ嫌だと思っている中で、あるあるベスト2ですね。一つですね。一つは入れすぎてですね、もう重くなっちゃって目が開かなくなるんですよ。重すぎて、もう目が開かない。目が開かないというか、あと重いんですよ、とにかく。この、眉毛と目の間が狭くなっちゃったりね。で、それは、そうなったら困るってことも本当困りますよね。で、それは入れるときに目が、綺麗に開くような入れ方で入れれば大丈夫ですので、必ず起こるわけじゃないです。というか起こりません。ですから、それは専門で、よく経験のある先生がやったらそういったことになりませんので、ご安心ください。で、あともう一個あるあるですけれども、意外とこれは本人気づいてないんですね。本人は気づいてなくて、いらっしゃった時に、私とかスタッフはわっと思うんですけども、まるでなんか、ドッジボールみたいにもうこう出てるわけですよ。こうでよくあるのが脂肪移植で、でしかももうすっごく出てるのにまた入れるっておっしゃったりするんですね。でどうしてまた入れるのって聞くと、まだ残ってるからもったいないっておっしゃるんですよ。である分入れてくれるって言ったからって、だけどもったいないよりも綺麗なためにやってるので、もうただでさえ出てて、もうさらに入れたらもうなんかもったいないとかも、だからもうダイエットしてるのもったいないから食べてるとか、それともうなんか本末転倒になってしまいますので、入れすぎは本当注意してくださいね。入れたら得ってわけじゃなくて、特に脂肪に関しては
ヒアロン酸だったら溶かしたりとか、まあ、消えてくることもあってもったいないかあるかもしれないですけれども、もう出過ぎていたらもう特に横顔じゃないと分からないので本人分からないかもしれませんけれども、変なので本当に気をつけてください。で、私の場合はもう出過ぎていたらはっきりって言いまして、全体的にもう出過ぎたりとか入れ過ぎてる場合は言いまして、言いたくないんですよ。っていうか、だって言わない、言ったらどっちかっていうと気分害されるじゃないですか。で、気分害されることしたくないじゃないですか。だけども私が言わなくて誰が言うと思っちゃうわけですよ。つまりお友達がなんか変な頭出てるなと思った時に、ね、出てるねって言わないじゃないですか。だって言ってその子に嫌われちゃうじゃないですか。なんでそんなこと言うのって、私のことなんかやったって羨ましいのじゃないですけども、ですけれども私のようにちゃんとヒロンさんやってる人が言った場合、まあどうしてですかとかちゃんと理由付けて言えるわけじゃないですか。直すこともできますし、ですから言いますっていうのはもう本当に綺麗でいてほしいからね。で、消しただけの方が綺麗なこともいっぱいありますね。つまり入れてってことは綺麗なばっかりではなくて、入れすぎちゃっていて消すことが綺麗なこともいっぱいあるので、一番綺麗になることをやってほしいですから、だから今回は入れるんじゃなくて少し減らしてほしいとか、で、私が減らしてほしいって言った場合、減らした方が綺麗じゃないかって言った場合に、もっと入れてもらった先生が消した方がもっと、入れた先生が一番わかると思うので、もちろんその入れたクリニックに持って消されて全然いいと思うんですよ。別に私のところでやらなくて、私が絶対全部やらなきゃいけないわけ、やらせてっていうわけではないですかね。まあ、もちろんヒロンさんとこやらせてほしいですけれども、一応とにかく一番綺麗になるアドバイスをしたいね、そうしています。で、おでこそのあるあるで入れすぎっていうのと、いや、まあこれも入れる場所によって重くなっちゃうってことですね。で、あとおでこの場合は馴染むと綺麗になるんですけれども、最初はどうしても薄いところなので若干ボコボコした感じを感じることがあります。で、それはもう数日から1週間ぐらいで馴染んでいくので大丈夫ですが、他のヒアロン酸を経験されている方はなんかこうちょっとボコボコしてるわと思うことがたまにあるかもしれません。ただおでこは非常に大切な場所で、綺麗になると見違えるように美しくなるので、とてもおすすめです。